時間となりましたので、イエス様を賛美して礼拝に入っていきたいと思います。今日から受難週と入りますので、イエス様の十字架を思いつつこの賛美を捧げていきましょう。聖歌丘に立てる荒削りの4番まであります。十字架に代わり
それでは主のお祈りを共にお祈りしていきましょう。3、はい、天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄はとこしえにあなたのものだからです。アーメン。続いて使徒信条を告白していきましょう。3、はい、私は天地の造り主、全能の父なる神を信じます。私はその一人を私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死者のうちから復活し、天に昇り、全能の父なる神の右に座しておられます。そこから来られ、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の復活、永遠の命を信じます。アーメン。はい、4月からですね、年度替わりということで、今年度から理念と今年の成果を告白していきます。東大阪エリブの理念3、はい、ハレルヤ。私たちの国籍は天にあります。そこから主が来られる日まで、御言葉と聖霊に満たされて、福音を述べ伝え、互いに愛し合い、世の光として輝き、イエス様が喜ばれる教会を立て上げていきます。すべては神の栄光のために。アーメン。続いて今年の御言葉です。3、はい、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことにおいて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。第ゼロニケ15章16から18節。アーメン。それではさらに3曲を持ってイエス様を賛美していきましょう。立ち上がれる方は立ち上がり、主を褒めたたいていきます。365日の中で
心から
代表のお祈りをさせていただきます。愛する天の父なる神様、あなたはあなたの愛する一人子神の子イエス様を私たちの罪の身代わりとして十字架に捨ててくださいました。そのあなたの愛と恵みと許しと救いに心からの感謝を捧げます。今日から受難週に入ります。そして金曜日はイエス様の十字架の日です。イエス様の苦しみを思い、この一週間歩めますよ。あなたへの感謝に満ち溢れてこの一週間歩み続けることができますよ。どうぞこの一週間あなたの十字架の正面に立ち、あなたを見つめつつ歩むことができますよ。今日のこの礼拝を感謝します。イエス様の十字架によって全ての罪が清められて、こうしてここに集められていることを心から感謝します。今からの時間、聖霊様どうぞあなたが導いてください。この祈りをイエス様の名前によって天のお父様にお捧げいたします。アーメン。それではお座りください。メッセージの時に入っていきます。はい、今週から受難週に入ります。今日はちょうどですね、イエス様がエルサレムに入場する、エルサレムの町の人々が、ホサナとですね喜んでイエス様を迎え入れていく、そのような日となり、金曜日はイエス様が十字架にかかった日となります。で、毎週金曜日祈り会しておりますけども、今週の金曜日は十字架の賛美と、イエス様の救いに関する、その受難の祈り会としていきたいと思いますので、ちょっといつもとは違った形になって賛美が多く捧げられることになりますので、もしお時間がある方はどうぞご参加ください。今日のメッセージテーマは、イエス様は本当に神の子救い主で、クエスチョンマーク。イエス様は本当に神の子救い主なのでしょうか、ということをマルコ15章25節から39節にかけて見ていきます。いつもは最初からですね、順番に見ていくことが多いんですけども、今日は一番最後、結論のところから最初に見ていきたいと思います。ということで、新約聖書マルコの福音書、聖書をお持ちの方はですね、ぜひ開いてみてください。聖書を持ちでない方は週報の内側をお開きください。そこに今日のすべての聖書箇所、メッセージの内容が載っています。マルコ15章の25節から39節、今日は一番最後の39節を最初に読んでいきましょう。この絵はですね、イエス様が十字架にかかられています。そしてその真正面で、ちょうど十字架の真正面で百人隊長がイエス様をこう見つめているという、そういう絵です。
では15章39節一緒に朗読しましょう。3、はい。イエスの正面に立っていた百人隊長はイエスがこのように息を引き取られたのを見ていった。この方は本当に神の子であった。アーメン。まあ、イエス様を信じる過程において、信じるまでは誰もが、まあ、少なくとも一度はイエス様は本当に神の子なのだろうかという疑問を思ったことと思います。本当に救い主なのか、ね、本当に神の子なのか、神様なのか、まあ、そんな疑問を誰もが一度は持ったことと思います。でイエス様の十字架の真正面に立ってイエス様を見続けたローマの百人隊長も最初はイエス様に対してそのような疑問を持ったと思います。この方は犯罪者なのか、それとも本当に神の子なのか、どちらかなのか、どちらだろうという疑問を覚えつつイエス様を見つめていったと思います。けれどもイエス様が息を引き取られるとき、十字架で死なれたときはですね、それが変わって、確信に変わった。あ、この方は本当に神の子であったと確信に至るに、確信を持つに至りました。で、今日はなぜそのような確信を百人隊長が持つことができたのか、そのことを一緒に見ていきたいと思います。で、ポイントは2つです。でイエス様は金曜日の朝の9時に十字架につけられて、そして3時に息を引き取られました。合計6時間十字架にかけられました。で、朝の9時から12時まで、そして12時から3時まで、今日は2つに区分して見ていきたいと思います。まずね、9時から12時までのこと、人に捨てられたイエス様というポイントで見ていきます。一緒に朗読しましょうかね。25節から27節3、はい。彼らがイエスを十字架につけたのは午前9時であった。イエスの罪状書きにはユダヤ人の王と書いてあった。彼らはイエスと一緒に2人の強盗を1人は右に1人は左に十字架につけた。はい。イエス様が十字架につけられたのは金曜日の午前9時です。そして罪状書き、まあ、どのような罪でこの十字架刑に処せられたのかという、まあ、罪の内容が書いてありました。それ罪状書きといいます。十字架の上に掲げられていました。さっき絵を出しましたけど、あ、これ載ってないですね。ユダヤ人の王と書いてあります。まあ、イエス様は自分のことをユダヤ人の王と、ね、そういう立場に置いたということで、ローマ皇帝に反逆するもの、ローマ帝国の治安を乱す、まあ、政治犯ですね、まあ、政治犯として十字架で処刑されることになりました。そしてイエス様の左右隣に2人の強盗人がですね、まあ、強盗犯罪の罪を犯して、まあ、処刑、1人は右に1人は左にということで、まあ、真ん中イエス様、政治犯です。で、左右は強盗犯ということで十字架の刑で処刑されることになっていきました。で、この当時の十字架刑は見せしめの刑です。ローマの時代ですね、最も苦しい処刑方法で、見せしめのための刑ですから、多くの人がですね、このイエス様の前を通っていきました。29節30節一緒に朗読しましょう。3、はい。通りすがりの人たちは頭を振りながらイエスを罵っていった。おい、神殿を壊して3日で建てる人よ、十字架から降りてきて自分を救ってみろ。通りすがりの人たちが頭を振りながらイエス様を罵りました。おい、神殿を壊して3日で建てる人よ。イエス様は神殿を壊してみなさい、私は3日で建てますしますと、まあ、実際に言いました。で、この当時エルサレムには立派な神殿が建っていました。そのエルサレム神殿、なんと建築に46年間かかった。すごいですね。ところがイエス様はその神殿壊してみなさいと、
私は3日で建てると言いました。もちろん文字通りのものではありませんね。この神殿というのはイエス様はご自身の体のことを言っていました。イエス様は神の神殿です。神様が宿っています。これ十字架の予言です。私は十字架にかかって死ぬけれども3日目によみがえる。この神殿というのはイエス様のお体のことです。十字架と復活の予言でした、まあ、けれども通りすがりの人たちがそのことを知る由もありません。神殿を壊して建築に46年もかかったあの大きできらびやかな神殿を壊して3日で建てることができるなら十字架から降りることなんて簡単にできるだろうとイエス様を象徴しあざけり罵った。通りすがりの人たちだけではありません。ユダヤ教の指導者とあとイエス様は、ね、2人の犯罪人と一緒に強盗に、十字架につけられました。その2人の犯罪人も共に一緒にイエス様を罵りました。続けて朗読しましょうか。3、はい、同じように祭司長たちも律法学者たちと一緒になって代わる代わるイエスをあざけっていった。他人は救ったが自分は救えない。キリストイスラエルの王に今十字架から降りてもらえ。それを見たら信じよう。また一緒に十字架につけられていた者たちもイエスを罵った。はい、祭司長たち律法学者たちですね、ユダヤ教の指導者たちも一緒になってイエス様を罵りあざけりました。他人は救ったが自分は救えない。キリストなら救い主なら救い主ですよ。救える、ね、人を救ったんですよ。救い主なら自分も救ってみろと。十字架から降りてきたものをそれを見たら信じよう。ユダヤ教の指導者たちだけではありませんよ。左右に一緒につけられた2人とも、一緒に十字架につけられていた者たちも、2人ともですね、者たちもイエス様を一緒になって罵りました。もしイエス様がこの挑発に乗ってしまったらどうなってしまったでしょうか。サタンに心を奪われてもうカッとなってですね、イエス様できるんです、神の子ですから。水の上を歩いたんです。死んで4日目のラザロをよみがえらせたんです。5つのパンで5000人以上の人々のお腹を満たしました。悪霊を追い出し病を癒しました。主にとって不可能なことは一つもありません。できたんですね。でもカッとなって降りてしまったらどうなりますか。イエス様は今政治犯として処刑されようとしていますね。処刑されていますよ。もし十字架から降りたらどうなりますか。脱走犯です。脱走したんですよ。本当に罪を犯してしまう。一瞬は皆さん驚くでしょうね。おおと、本当に降りたと。でも一瞬だけですよ。すぐに捕まえられます。取り押さえられます。脱走犯です。本当に罪を犯してしまいます。そして神様の救いの計画が台無しになっていく。イエス様は最後の最後まで罪のないお方として十字架にかかられ、完全な清い生贄として全世界の罪の人々、全世界の人々の罪を清めるという使命がありました。だからイエス様はじっと耐えた。非常に苦しいですよ、十字架の、ね、苦しみ痛み、でも耐えられた。神様のご計画を成し遂げるために、そして私たちを救うためにイエス様はその苦しみの中にとどまってくださった。最後の最後まで、死に至るまで苦しみ続けてくださった。皆さんね、人の本質というのはどういう時に現れると思いますか。例えば車の運転、車運転してるとね、その人の本質が出る時がありますよ。あと食べ物でも結構出ますね。え、自分がね食べたいと思ったのを冷蔵庫入れといて帰って開けたらねなかった。どう、ね、
出るんですよ、そういう時ってね、人の本質が。まあ、いろいろねなところで人の本質って出るんですけども、皆さんね、人の本質は苦しい時に現れやすいです。苦しみの中に置かれた時、痛みの中に置かれた時に、その人が持っている本質がふと出やすくなる。イエス様は三重の苦しみに置かれました。肉体的な苦しみ、両手両足を釘で打たれ、木にさらされています。血が流れていきます。喉が渇きます。非常な苦しみ、肉体的な苦しみに置かれました。それだけではありませんよ。道行く人々、律法学者たち、一番近くに十字架に掲げられた二人の犯罪人も強盗もイエス様を罵り続けました。罵られてあざけられて、あざけり続けられた。これは精神的な苦しみです。そして霊的な苦しみ、神様からも見放されました。三重な苦しみ、肉体的な苦しみの中に置かれ、精神的な苦しみの中に置かれ、霊的な苦しみの中に置かれました。その三重の苦しみの中でイエス様の本質が現れた。神の子としての本質が完全に現れました。十字架の上でイエス様が本当に神様の子であるという、イエス様の神の子としての本質が完全に現れました。イエス様の弟子ペテロはそれをこのように御言葉によって伝えています。第一ペテロ2章22節から24節になります。一緒に朗読しましょう。3、はい。キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるため、その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。アーメン。イエス様は三重の苦しみに置かれました。そしてそこにとどまり続けました。それでも決して罪を犯さなかった。その口を清く守ることができました。罵られても罵り返さなかった。苦しめられても脅すことをせず、その苦しみの中でも神様を完全に信頼して、すべてを父なる神にお任せになり委ねていきました。イエス様は自ら十字架の苦しみの上にとどまってくださり、私たちの罪をその身にすべて引き受けてくださった。それは私たちが罪を離れて悔い改めて、義のためにイエス様のように、私たちも苦しみの中に置かれる時があります。肉体的な苦しみ、精神的な苦しみ、でもその時も義なるイエス様のように生きるために、イエス様素晴らしい模範を見せてくださいました。苦しい時にクリスチャンの本質が現れます。私たちは神の子です。イエス様のようにですね、罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、すべてを主に委ねていきましょう。イエス様は十字架の苦しみという中で、イエス様の神様としてのご性質、神の御子としてのご性質を完全に表してくださいました。今日はマルコの福音書を見ていますけども、ルカの福音書を見ますと、イエス様はその苦しみの中で自分を罵る者たちに向かってこう祈りました。ルカ23章34節3、はい。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。
アーメン。百人隊長はイエス様の十字架のすぐそばに立って、真正面に立ってこの御言葉を聞きました。百人隊長はイエス様の十字架の真正面に立っていました。そしてこの御言葉を直接聞いたんですね。百人隊長は今まで何人も見てきました。十字架で処刑される犯罪人を何人も見てきました。その苦しみの中で多くの犯罪人は神を呪い、人を呪います。自分の人生を呪っていきます。あいつが悪い、こいつが悪いと、おそらく何度も聞いてきたと思います。でも自分の真正面に十字架に貼り付けにされているイエス様は何と言ったのか。父よ、彼らをお許しください。罵られても罵り返さず、なんと自分を罵る者たちのための救いを祈ってた。父よ、彼らをお許しください、彼らは自分が何をしているのかが分からないのですと、取りなしの祈りを捧げていた。今までの犯罪人とは違う。本当に犯罪人なのか、神の子なのか。百人隊長はこのイエス様の聖なる御言葉を聞きました。またイエス様の最も近くにいた人たちは二人の犯罪人でもありますね。もう一人の犯罪人は百人隊長と同じように変えられていきました。この聖なる方のそばに置かれて、自分の罪が示されて、罪を悔い改めました。そしてイエス様にこのように伝えます。イエス様、あなたが御国に入られるときには私を思い出してください。するとイエス様は彼に言われた、一人の強盗ね、犯罪人に言われた、まことにあなたに言います、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。イエス様は耐えられないような苦しみの中と痛みの中に置かれたときですね、そこにあっても神様の子であるがゆえに、神様のご性質を表されました。罵られても罵り返さず、いや、罵られる者、自分を罵る者たちさえも愛したんですね。そしてそのような者の救いを祈り求めました。なかなかできることではない。自分を罵り、あざけり、痛みつけ、十字架につける者たちのためにね、救いを祈り求めること、これは人間ではないですよ。神の子です。そしてあなたは今日私と共にパラダイスにいますと、天の御国へと一緒に導いてくださった、これがイエス様。この十字架の苦しみの中でイエス様が本当に神の子であるということがこのように明らかにされていきました。そして12時から3時後半は神に見せられたイエス様を見ていきます。じゃあ15章33節から34節、3、はい。さて12時になった時、闇が全地を覆い午後3時まで続いた。そして3時にイエスは大声で叫ばれた、エロイエロイレマサバクダニ、訳すと我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。アーメン。イエス様は朝の9時に十字架につけられ、午後3時に十字架の上で息を引き取られていきます。そして3時にイエス様は大声で叫ばれました。12時からは3時までは突然ですね、闇が全地を覆いました。昼までありましたけども、全地が暗くなりました。これはイエス様が罪人として神様に捨て置かれたということを、まあ、暗示している状況です。
でその中でイエス様はエロイエロイレマサバクダニ、これはアラム語です。アラム語、イエス様は普段の生活の中でアラム語を使っていました。エロイエロイレマサバクダニ、これアラム語です。訳すと、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味です。まあ、この御言葉ですから3つのことを見ていきますけど、第一に、この我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという言葉は詩編の22編の御言葉の引用です。イエス様がお生まれになる約1000年前、ダビデ王がイエス様の十字架を予言しました。ですから詩編22編見ますと、イエス様の十字架の様子が予言されています。その中の一つの聖句、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかと大声で叫ばれた。これはイエス様ご自身が旧約聖書の詩編22編に予言されている神の子キリストを救い主であることを確かに示す叫び声となりました。ほとんどのユダヤ人はほとんど聖書を暗唱してます。この一言を聞くとパッと思い浮かべます。詩編22編、そしてずらーっとその後出てくるんですね。十字架の情景が出てきます。それとイエス様の十字架が重なったはずです。まあ、この叫びは私は旧約に予言されているメシアだということを明らかにしました。そして第2番目、けれどもこれはイエス様ご自身の本当の心からの叫びでした。本当に心から、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかと叫びました。これ本来なら私たちが叫ばなければならない叫びなんですよ。私たちの、まあ、罪人ですよ。どうしようもない罪人だから、私たちこそ本来なら十字架にかけられて神に見捨てられて、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかと叫ばなければならなかったけれども、イエス様は私たちを救うために私たちの身代わりとなって十字架で苦しんでくださった。私たちの苦しみ痛みを全部引き受けて、私たちの叫びさえも全部自分のものとして、代わりに我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかと心からのこの苦しい叫びを私たちの代わりに叫んでくださいました。だからこれはイエス様の心からの叫びでもあります。そして第三に、この叫びは本当にイエス様こそ神の子であったという確かな証となりました。本物の親子、本物の親子でしたらね、皆さんね、ぶつかりますよ。子供はね、苦しい時どういう態度を取りますか。もう本当に子供がね、苦しくて辛くて、もうね、なんか友達関係に悩んでね、学校でもうまくいかないし、なんかこうね、もう苦しくてたまらない時、誰に怒りをぶつけますか。親ですよ。時には激しい声で親は責め立てることもあるかもしれません。なんで、なんでなの、どうしてと。本当の子供だからですよ。そして親はその子供の叫びを受け止めます。イエス様は本当に神の子でした。だから神様、神様どうして私を捨てたのかと、神の子としての叫びを父なる神様に捧げました。そして父なる神様はこの叫びをすべて受け止めてくださいました。天のお父様は私たちの本当の神様ですよ。だから私たちもね、苦しい時、ね、辛い時、痛い時ね、本当に父なる神様にイエス様のように祈っていいんです。ダビデもそう祈りました。天の神様は私の本当のお父様ですから、そして私たちは神の子ですから。さあ、エロイエロイレバサバクナニ、
そばに立っている人たちの何人かはこのイエス様のアラム語を聞いてこう考えたんです。ほらエリアを呼んでいる、エロイエロイレバサバクナニ。アラム語がわからない人にはエリアエリアって聞こえたらこれしませんね、助けてくださいと、そんなふうに聞こえたのでしょうか。エリアを呼んでいる、もしかしたらあの旧約の預言者エリアが助けに来るかもしれない。一人が駆け寄って海面、まあ、スポンジみたいなものですよ、ここにはローマの兵士たちが飲む水ぶどう酒が置かれていました。もう安い、あんまりおいしくないぶどう酒です。とりあえずエリアが来るかもしれないから、もう少しこのイエスという男には生きていてもらおう、延命ですよ、水分補給させて延命させようとしてイエス様を飲ませようとした。もう少し命を流れさせてエリアが助けに来るか見てみよう。しかしイエスは大声を上げて息を引き取られた。助けには来なかったです。誰も助けてくれなかった。誰も味方をしてくれなかった。神様も助けてくれなかった。イエス様は十字架の上で苦しみながら死んでいった。38節39節3、はい、すると神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。イエスの正面に立っていた百人隊長はイエスがこのように息を引き取られたのを見ていった。この方は本当に神の子であった。アーメン。イエス様が十字架で私たちの罪を背負われて死なれた時、エルサレム神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けました。当時エルサレム神殿の中には聖女と死聖女というものがあり、その聖女と死聖女を仕切る幕がありました。そして死聖女というところが一番奥にあるんですけども、その死聖女の中には大祭司一人だけが、しかも年に一度だけそこに入り神様と交わることが許されましたけれども、イエス様が私たちの罪を、全世界の人々の罪を清めてくださったことによって、その隔ての幕が破られた、裂けられた。神殿の中にある死聖女と聖女を隔てる幕が上から下まで、すなわち神様ご自身が天からそれを裂いてくださった。そのことによってイエス様を信じる者は聖なる者とされ、いつでもどこでも神様と交わることができる、そのような時代が始まったことを心から感謝いたします。さあまとめます。結局イエス様は十字架から降りることはありませんでした。神様からの助けもなく、そして人からの助けもなく、十字架の上で苦しまれながら死んでいきました。しかしそのイエス様を真正面から見続けた百人隊長は、この方は本当に神の子であったと、イエス様が神の子であることを確信するに至りました。イエス様の神の子としての本質は十字架の苦しみの中で、その痛みの中で完全に現れました。罵られても罵り返さず、脅かされても脅されても脅かすことをせず、すべての裁きを父なる神様に委ねました。そして全世界の民をその罪から救うために十字架の苦しみを最後まで耐え抜いてくださいました。そしてご自身の愛と許しをこの世界に私たちに示してくださいました。イエス様こそ本当に神の子キリスト、私たちの救い主です。アーメン。それではお祈りをいたします。愛するイエス様、あなたは私たちを愛するがゆえに、私たちを救うために死に至るまで、最後の最後まで十字架の苦しみを
耐え抜いてくださいました。あなたのその愛と救いを心から感謝いたします。私たちも信仰生活を送る上で、時に苦しみの中に、痛みの中に置かれる時があります。主のその時も、いやその時こそあなたの十字架を見上げます。そしてあなたのように、その苦しみの中にあっても神の子としての良き性質を表すことができますよ。そのような苦しみの中に置かれたとしても、周りの人々を愛し、救いへと、神のもとへと導くことができますよ。今日から始まるこの受難週、イエス様あなたの十字架を見上げて歩んでいきます。イエス様あなたの十字架に心から感謝し、このお祈りをイエス様の名前によって天のお父様にお捧げいたします。アーメン。それでは献金の奉仕、松本さんよろしくお願いします。丘に立てる荒削りのこの賛美をもって献金を捧げていきましょう。主に至ってくださり、本当に言葉もなく心から
アーメン。お祈り感謝します。それでは聖餐式に移ります。皆さんご起立ください。聖餐式は黙祷形式で行います。聖餐式は主イエス様と一つにされたことを記念して行う式です。洗礼を受けられた方はどうぞパンとぶどう酒をお取りください。洗礼を受けられていない方のためには祝福のお祈りをさせていただきます。それではパンとぶどう酒が回りますので皆さんね、それぞれ受け取ってください。それでは私が代表して第一コリント11章27から28節を朗読します。もしふさわしくない仕方でパンを食べ主の杯を飲むものがあれば主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分自身を吟味してその上でパンを食べ杯を飲みなさい。しばらくイエス様の十字架の正面に立ち自分自身を吟味していきましょう。愛するイエス様、あなたは本当に神の子、私たちのキリスト救い主です。あなたの十字架で流された血によって私たちのすべての罪が清められて許されていることを心から感謝をいたします。洗礼を受けられた方、また受けられていない方、あなたは等しく愛してください。ここに今日も導いてくださいましたから心からありがとうございます。共に聖餐式に預かれることを心から感謝しイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。それではイエス様の体を象徴するパンをお取りください。
私の方で代表して御言葉を朗読させていただきます。主イエスは渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げた後、それを裂きこう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。アーメン。イエス様が十字架で流された血を象徴するブドウ酒をお持ちください。第一コリント11章25節。食事の後同じように杯を取って言われました。この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。アーメン。主を賛美していきましょう。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。今週1週間も、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりとが私たち一同と共にあることをここに宣言します。
タリアイエス様に感謝の拍手をお捧げします。それではお知らせに入ります。